こんにちは、ヘアリメーションの小山です。アイロンを使ったスタイリング技術を3つのプロセスに分けてご紹介します。スタイルの持ちを良くするポイントも満載です。それではご覧ください。ツヤを出す目的で根元から中間をブローしていきます。毛先は硬さが出てしまうのでブラシを軽く通すだけにしておきます。仕上がりの持ちを良くするポイントがアイロンの前につけるスプレーです。手ぐしが通るくらいの保存力のものを全体に振りかけていきます。トップにはマジックカーラーを3本ほど巻き、ふんわり感を出すようにします。これで土台作りは終了です。正中線で分け、バックの髪を手前に出しておきます。正面で決まるように毛先を中心に必要なところだけを巻いていきます。毛束は厚く取らずに2センチ四方に薄く取り、回転数をパネルごとに変えていきます。こうすると毛先が動きやすくなるので柔らかさを出すことができます。ニュアンス作りで大切なのが耳上のカールの出し方です。今回はフェミニンに仕上げるためフォワードに巻き丸みを出しました。シャープにする場合はリバースに巻きます。アイロン操作が全て終わりました。仕上げに入ります。マジックカーラーを外したら冷風のドライヤーを当てていきます。毛束をほぐすことで自然なカール感が生まれます。また一度冷やすことでカールのキープ力もアップします。ソフトワックスを手によくなじませたら毛先中心に揉み込んでいきます。この時均一な軽さが出るように毛束を調節していきます。最後にホールド力のあるスプレーをトップにかけて終了です。毛先に動きのある柔らかい印象のカールヘアに仕上がりました。巻く位置とスタイリング剤の使いこなしで持続力のあるスタイルを作れます。ぜひ試してみてください。